今日はずっとお家にいました。あ、1位おめでとうってありがとうございます。こんばんは。ちゃんとね書いてきました。来たよってありがとう。こんばんは。あ、としなりさん、すわひろさんありがとうございます。れんくんありがとうございます。そうそう、でもなんかお名前できるけど大丈夫かな。どうする？そう、準備してたの、ごめんなさい。こんばんは。ありがとう、おめでとうって嬉しい。としきさんありがとうございます。こうさんさんありがとうございます。そう、ガールズドライブ昨日見に行ったんですよ。すごい面白かったです。そうそう、昨日一緒に行ってきました。こんばんは、ありがとう。ね、洋服かわいいでしょこれね。昨日買ったんですけど。そうそう、なんか何のお話し会とか握手会とか何の服着ようかなと思って、それでこれすごいなんかキラキラで、洋服がキラキラでなんかすごい可愛くて、私よくエブリンで服買ってるんですけど、今ちょうど大森さんがそのエブリンでの洋服をね、なんだろう、着てるんですけど、そう、それをねずっとそこで買ってるんですけど、私そのね新しいやつ買いました。あ、マークのいちごチョコパイ、いや昨日は普通のチョコパイ食べました、あずと。あ、舞台挨拶行ったのいいですね。あ、今日のラーメンもキラキラだよってでしょ。あ、すみすみさんありがとうございます。ゆうたさんありがとうございます。うんりゅうさんもありがとうございます。あ、アンビールじゃないと、あ、私もアンビールでお洋服買います。ポップコーン食べたのって、昨日ね食べてないんですよ。そうそう、あ、メール来た、あ、モバメと投げました。そうそう、さっき送りました。 ありがとう、いやいやこちらこそ。としなりさんありがとうございます。あ、のんちさんこんばんは。メール来たってよかったです。どうしよう、この前のオンラインの黒も、あ、オンライン、オンラインの黒はアンミールかな。そう、いつもそういう可愛いよお洋服を最近買っていて、これはでも本当に結構可愛い系なんですけど、だからクリスマスの時にこれ着ようかなって思ってます。あ、また手紙書くねって、ありがとうございます。あ、手紙書いた、嬉しい、ありがとう。アズトのお揃いはなんだろう、デザインが可愛いんだけど、なんだろう、こういう系ではないんだけどね、でも可愛い。そう、2人でこれ可愛いって言って一緒に買いました。あ、イチルさん、宮治さんありがとうございます。こんばんは。お、名古屋の豚やす、いいですね。そうそうそう、これ水色なの。お、お鍋食べてたんでして、お鍋にしたっていいですね。やっぱこの時期はもうお鍋。どっちのチョイス、いや一緒に洋服を見てて、なんか2人でこれ可愛いよねみたいな話になって、お揃いにするみたいな感じでお揃いになりました。そうそう、そう、急に寒くなったね本当に。あ、いいな、みんな、チャッキャコーヒーさんありがとうございます。ね、秋が行方不明です。ね、秋本当に短かった気がしちゃいます。あ、ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。あ、ユーピンクも使ってて、いやもちろん使ってますよ、今日も使ってますよ。
なんかラメとかね、なんかいろんなのは本当に使うので、リップとかはずっと使ってます。スユーピンク、そうそう、あとねフィキリンさんのね、あの柏木さんのコスメはラメがすっごいキラキラで可愛いので、それを使ったりしてます。そうそう、前髪可愛いって、さっき急いで巻いたので短いです、また。あ、初めて手紙書いたって、ね、ありがとうございます。あ、お手紙載せてねて、はい、あのもうできるだけ公演の時にが終わった時に載せたいです。そうそう、ユナは冬好きなんですよ。でも寒いのはそんなに得意ではないんですよ。そう、でも冬は本当に、え、愛用のコスメでもね、リップは本当にね、このこれ見えないのかな、どうなんだろう、ユーピンクの2番かな、が本当に可愛いので皆さんぜひ。あ、公園入りたくなりましたって、ありがとうございます。あ、タニアンさん、プーさん、ありがとうございます。お、妹に買ってきて、あ、そうです、そうです、そうなんですよ。でもまだ買えてないから、そう。あ、握手楽しみだって、ありがとうございます。あ、16日の公演当たったって、やったー、あと4日後ですね。今日のメイクはね、何分でしたの、でも今日はベースしてないので結構早かった。どれぐらいだ、30分とか、あのアイメイクとリップだけなので、そう、いつもね、なんかファンデーションとかすると結構時間かかっちゃうんですけど、そうなんですよ。え、こんな当たらないよって。あ、今度うちは作ろうかなって、みやまさん、ありがとうございます。あ、生写真予約しましたって、ありがとう。そう、帽子のやつなんですよ。珍しくないですか、帽子。なんかね、なんで帽子になったんだっけなって感じなんですけど、なんか、あ、帽子にするって言われて、多分その前に違う何の衣装だったか忘れちゃったんですけど、そうなんですよ、なんか帽子かまだかぶってないんだよねって言って、で帽子になったんですけど、似合ってました。でもアズが褒めてくれたの、あれはハロウィンじゃなくて、あの東京ドームの時の衣装です。そう。あ、うちは持って行きますって、ありがとう。そうそう、なんかね、あの写真は最初に撮った方の写真じゃなくて、どちらかというと最近、あのちょうどね、壁写の時に撮った写真なんですけど、だからね、あのメイクがね変わっててですね、あの時は自分でしたメイクなんですけど、そうそう、自分でした人と、あの時は自分でした人とメイクさんにしてもらった人がいて、私はあの自分でしてしたんですけど、そうそう、だからね、なんかアズがいいって言ってました。あ、プリクラ保存した、え、可愛いでしょあのプリクラ。でもね、もうびっくりしちゃった、あ、なんか最新らしくて、なんかせっかくだから撮るみたいな感じで撮ったんですけど、あのね、顔がびっくりするぐらい変わっててね、二人でね笑ってました。可愛いんだけどね。ほら見てください。しかもね、デザインが芋っていうね。え、これ可愛いって言って二人とも芋にしました。あ、ハロウィンの福袋届いたって。あー、よかった。そうそう、秋だからかわかんないんですけど、なんか期間限定で、なんか、え、可愛いねって言って。可愛いでしょ。そう、お芋美味しいから、お芋大好きだしね。ん、そうそう、スマホの後ろに挟みたいから1枚くださいって。え、これしかないからダメです。今挟んでます、私は。そうそう、2人似てるって嘘。
お雑煮好きって、好きですよ。毎年お正月は絶対に食べます。あ、ガンちゃんは何飲んだのって、あのね、あの抹茶のなんか、なんだろう、なんだったっけな。なんかあのね、スターバックスでいうフラペチーノみたいな感じの、あの氷、冷たいやつなんですけど、それが本当にねえ、それがすっごい美味しくて、それになんかミルクフォームを追加したんですけど、それが、そうそうそう、タピオカのお店なんですけど、私はタピオカ入れないで、なんかクリーム、そのミルクフォームのそのね、抹茶のなんだろう、氷のやつ、それをね入れたらすごい美味しくって、すぐ飲んじゃいました。ぜひ皆さん飲んでみてください。あ、皆さんありがとうございます。ゴンちゃん、芋じゃなくて抹茶ですよ。おー、2店舗あるってすごい。あ、じゃあちかみわさんありがとうございます。そうそう、タピオカないのもあるんですよ。タピオカある、私はね、あとね、なんかマンゴーの紅茶のやつがあるんですけど、それにタピオカじゃなくってなんかアロエとナタデココを入れるとすごい美味しいんですよ。で、それをするときは甘さは控えめの方が美味しい。そうそう。あ、ね、何分ぐらいから読み上げ始めますか。もう読んじゃいますか。ちゃんと書きました。でもこういうのって100位から読んだ方がいいですよね。え、もう読んでも大丈夫なのかな。いいですか、いい人。あ、ユナペースでって優しい、レン君ありがとう。いつでもいいよって。お、じゃあ 100位から読んでいきたいと思います。もう少し待った方がいいんじゃないって。もう少し待つ、どうしよう、どうしようかな。え、いいって、いいかな。じゃあね、ま、でも100位からなので読んでいきます。あ、半から、半からとかの方がいい、いいかな。じゃあ、あとどうしよう、じゃあ30分からやります。じゃあ30分から読み上げます。でも今日は配信9時までにしようかなと思ってて、その後は一緒にドボンでゴールデンベッドタイムなので、皆さんぜひ一緒にやりましょう。ね、でも半からでも9時までだったら30分あるから、でも全然大丈夫だと思う。あ、さい、ね、対戦できました、ありがとうございます、藤京さん。え、ありますって、ありがとう。そうそう、まだね、全然ランキングがね、今ちょうど20位くらいかな、かなんかなので、10位目指し、10位以上目指して頑張るぞってことで。そう、本当はね、もう10時以降もすっごいやりたい気持ちでいっぱいなんですけど、できないので。そうそう、朝とかもう使って頑張ります。そうなんですよ。あ、対戦したいって、やりましょう。ん、ありがとう、優しい、すごい。頑張ろうって、頑張りましょう。まだまだ、でも今月いっぱいですよね。だからまだまだ日はあるので、頑張ります。あ、朝一に会った時びっくりしたって。明日もやろうかな。ね、この後頑張ります。あ、まだ当たったことない。ね、そうそう、時間決めずに、そうですね、対戦できるコツ、でも朝は
やります。多分朝とゴールデンベッドタイムはやるようにしてて、あと今日は他の時間もなんか自由、なんかなんだろう、結構いろんな時間にやってます。そうなんですよ朝5時ビバースね、あれはちょっとそう朝早くからの日だったので早起きでしたあ、こんばんはね。9時台はもう本当に私もなんか先輩方に会えるので、会ったら絶対あの縮小してますそうそう、あ、夜できます、嬉しい、ありがとう。もう他の時間も結構もう最近は学校終わってから5時からできるのかな、なのでなんかたくさんやってるのであ、縮小したって森本さんあ、じゃあテロップ書いてなかったら書こうかな。よし、難しい、嘘、私絶対やります縮小しますよ絶対。そうそう、名前読んでくださいって7のおじさんさん、ありがとうございます、いつもそうそう、かすみん本当に頑張ってるから私も頑張ります。お、用意してるので準備はだけは満タン、じゃあ会えたらぜひスタンプ押してください。私もなんかね、なんだろう、私のカードとか称号とかも私じゃなくてもたまには私のスタンプを持ってくださってる方がいて、なんか嬉しくなります。そうすると、あ、順位頑張れ、ありがとう、順位頑張ろう、頑張りましょうぜひ皆さん一緒にやってください、カードお願いしますね。そう、え、鎧な使いやすくない、私なんか最近あれ作るとき本当に迷って、何のスタンプにしようかで、なんか使いやすいかなと思ってヨロユナにしたんですけど、今思う自分がなんかやってるときに結構使いやすいなって思ってんで、あれにしてよかったなって思ってますね、結構使ってる人多いって嬉しい。あ、使ってますって、イタチさんありがとうございます、あいちゃいさんありがとうございます、あ、決勝も頑張ろうってありがとうございます。そうそう、あ、そう、自分で決められるんですよあれ。そう、なんか後ろの柄とかは自分たちじゃないんですけど、そう使え、そうなんですよあ、夜夜なされたいって、あ、映画見た後ご飯食べに行ったって、あの映画見る前にあのポテトとチョコパイ食べましたえ、持ってないので買います、え、ありがとう、考えて天才だって、え、ありがとうございます。こんばんは、ともともさんこんばんは、きくちゃんさんこんばんは、使いまくってますって、ありがとう、うんりゅうさんありがとうございます、長月さんありがとうございます、なっちさんこんばんは、お、ときめきですって、ありがとうお、入手しましたありがとうございます。いや、三角チョコパイはあの普通のチョコのやつにします。そう、どうするって話したんですけど、なんかその時二人ともチョコの気分だったのでチョコにしましたあ、丸岡ゆきさんありがとうございます、あ、次の握手会名前呼んでほしいなって呼びますお、夜ゆなとおつひなセットって、おー、確かにすごい天才です、それはあ、はらからさんありがとうございます、嬉しいあ、福袋の
サインチェキを届きましたって、ありがとうございます。うち間違えたって。おつかすみもあるよって。あ、そっか、私なんかスタンプあんまり買ってなくて。そうそうなんですよ、ちょっと後で見てみようと。あ、かえちゃんありがとうございます。お、ハピネスが遠い、たくさん入れましょう。あ、みやまさんありがとうございます。あいちるさんありがとうございますね。朝だとそう、確かになんかゴールデンベッドタイムは確かに当たる確率は低いんですけど、ポイントが高くなるので、そうなんかねやってる。でも朝は確かにあのプレイしてる方が少ないので当たれる確率も多い気がします。そうそう、だからね朝やってるよってあの X とかであげたりすると一緒にやってくださる方がいて結構当たれてる気がします。お、遭遇したいって。ありがとうございます。そうそう、お、かすみすごいね本当に。お、8時半ですって。わお、1時半になりました。では読んでいこうかな。あ、朝確かにそこが問題って。確かにあのさ全然記憶ないうちに当たっててさ、あのプレゼントのところにときめきあったらすごい面白いですね。あ、まだ対戦できてないって。お、じゃあね、やっていきます。まずじゃあ100位から読んでいくね。でも確かにショック。でもなんか前なんかいらっしゃった気がします、気づいたらみたいな。そうそう、では読んでいきます。あ、こんな感じで書きました。ちなみにでもこれさ逆になっちゃう、もしかしてだけど見てる方って。まあ、いきます。あ、まずねこれありがとうございましたって感じです。逆になってないって、あ、よかった。じゃあね、100位コウジさんありがとうございます。99位レイさんありがとうございます。ありがとう。お、見えてるってよかった。そうなんか文字とかもさ、そうそう、じゃん、次98位ピクシンさんありがとうございます。97位ケイチンさんありがとうございます。次96位ゴンクーさんありがとうございます。次95位オピさんありがとうございます。ありがとう、じゃん、こんな感じ。では次、あのね紙3冊に3冊になりました。はい、94位あずちゃん推しさんありがとうございます。そう、名前にね絵っていうかねこういうのがマークがある方は書きました。93位はーなさんありがとうございます。92位秋山信さんありがとうございます。91位出がやしさんありがとうございます。こんな感じです。では次、じゃん、お、今はかな、じゃん、90位ドウックさんありがとうございます。次84位、あ、全然84位じゃん、89位ひーたろさんありがとうございます。次88位りょうじさんありがとうございます。次87位コスモさんありがとうございます。こんな感じです。そうそう、私ねあの100番以内の数字何がいいって言われたら88です。
86位きゅーちゃんさんありがとうございます。85位のりさんありがとうございます。84位ようじさんありがとうございます。83位こぼやきさんありがとうございます。なんでってあなんでってあなんで数字あのねバスケが小学校の時に 8番だったんですけど、それで中学校のあの自分で数字が決められるんですね、なんかユニフォームみたいなのなんかあ中高と88だったんですよ。そうだから8がまず好きで、だから18期の8も嬉しかったっていう話です。次82位あーちゃんさんありがとうございます。81位黒船55さんありがとうございます。次80位ルカさんありがとうございます。次74位ミンミンさんありがとうございます。そうそうそう8いいよね本当に、何でも8使っちゃう数字とか。78位昆布さん、あのねマークがこれなんだけどこれが何かが分かんなかったっていう。次77位じゅんさん、クロノファミリーさんありがとうございます。ちゃんと絵文字も書きました。76位たむたむさんありがとうございます。次75位まさとさんありがとうございます。こんな感じです。やべ呼ばれたかな、いやまだ呼んでないですよ。これからかな。次じゃん74位かつりんさんありがとうございます。73位おっさんさんありがとうございます。72位まきちゃんありがとうございます。71位とうやさんありがとうございます。こんな感じです。ありがとう、いやいつもありがとうございます。次70位大次郎さんありがとうございます。69位たわしこじこコシコシゴシゴシさんありがとうございます。次68位コージーさんありがとうございます。67位ひこっちさんありがとうございます。では次66位 XYZ さんありがとうございます。次65位さくらもちさんありがとうございます。次64位やじさんリボンの人ありがとうございます。63位たっくん71さんありがとうございます。おー嬉しい。パチパチで本当に皆さんありがとうございます。次62位ふっきさんありがとうございます。次61位クリスティアーノ台湾清水さんハンサムさんありがとうございます。ちゃんと国旗も調べて書きました。60位そんなことゆうすけさんありがとうございます。59位大野隆文さんありがとうございます。次じゃん58位てるあっというだはみさんありがとうございます。次57位ファンタさんありがとうございます。56位カプレさんありがとうございます。55位エイチャさんありがとうございます。じゃん。では次じゃん54位としきさんありがとうございます。53位ゆうさんありがとうございます。52位リーチさんありがとうございます。51位関根さんありがとうございます。パチパチパチ。じゃん50位リボンさんありがとうございます。49位マニ
巻き巻き物語さん、ありがとうございます。見てください、ひまわりと虹です。あのね、全然見えないと思うんですけど、ちゃんとグラデーションの虹にしましたで、ひまわりもちゃんとお花がグラデーションになってるんです月48、ナーラブさん、ありがとうございます。47位、シューミーさん、ありがとうございます。あ、うまい、ありがとうじゃん。46位、モリポンさん、ありがとうございます。45位、いちごちゃん、ありがとうございます。44位、みゆみ推しの人さん、ありがとうございます。くまです43位、横山子さん、ありがとうございます。お、2冊目が終わりました。書いてると思わなかったって、ありがとう、ありがとうございます。いや、42位から、じゃん。42位、藤木音さん、ありがとうございます。41位、よしきさん、ありがとうございます。これはラッコです40位、アイチルさん、ありがとうございます。39位、かえちゃん、ありがとうございます。じゃん。結構ね、このラッコかわいいでしょに38位、福きよさん、ありがとうございます。37位、たにたにさん、ありがとうございます。36位、くんももさん、ありがとうございます。35位、としさん、ありがとうございます。恐竜おんちゃんではでは、次ですじゃん。34位、みやまーさん、ありがとうございます。33位、ほっぺたぷにぷに、わだっちさん、ありがとうございます。32位、まささん、ありがとうございます。31位、すみすみさん、ありがとうございます。じゃーんそうそう、絵文字ね、できるだけ再現してみたっていう。結構私の中では、あのダイヤとかもちょっと色の塗り方頑張ったんですよ30位、たいちゃんさん、ありがとうございます。29位、和田さん、ありがとうございます。28位、アリスさん、ありがとうございます。27位、クロロルシフルさん、ありがとうございます。お、ありがとう、こちらこそ。リボン難しいけど可愛いですよね次、26位、みかんさん、ありがとうございます。次、25位、ティナオンにユナコヒスキーさん、ありがとうございます。24位、スワンヒロさん、ありがとうございます。23位、シルちゃんさん、ありがとうございます。じゃん、てください、さくらんぼとスイカでしたあ、なんで韓国読めるのって、これはね、あの教えてもらったんですけど、でもね、これはね、ちょっと興味があって勉強してたので読めます。そうそう、これはね、なんかこれは何ぬねのの行で、これはね、なんだろう、防音で言うとイの発音なのでニなんですそうそう、いや、あのね、前全然普通にね、そう、韓国が好きでちょっと調べてた時があって、そう、でも前カヒがこう読んでたのでそうそう、でも絶対合ってると思います。22位、太郎くん、ありがとうございます。21位、ゆゆゆゆさん、ありがとうございます。
20位しほさんありがとうございます。19位かずさんありがとうございます。見てください、このダイヤ。グラデーションってさ、見えるのかな、どうですか出たダイヤって化粧、あ、いや違う、こっちだ、こっちでした。18位プレジョンさんありがとうございます。17位ミサパパさんありがとうございます。16位ケンケンさんありがとうございます。15位タクさんありがとうございますすごい嬉しい、褒めてくれますねありがとう。次14位ウッチーさん、ここにもいましたダイヤ13位ウンリュウさんありがとうございます。12位トシノリさんありがとうございます。11位ユナミナチャケコヒさんありがとうございます。じゃーん、やったーってありがとう、本当にありがとうございます。皆さん、あ、呼ばれてたってゆんちゃんさんありがとうございます。10位バリーさんありがとうございます。9位エンくんありがとうございます。8位ヤマちゃんさんありがとうございます。7位みっちゃんさんありがとうございます。じゃん、それではもうねトップ10だね次です。はい、6位伊達メガネさんありがとうございます。5位カブさんありがとうございます。4位ラボーナさんありがとうございます。ここからね少なくなっていきます。ではもうトップ3ですねじゃーん、3位カンカンさんありがとうございます。2位クラさんありがとうございます。ここに私が最近描いてる猫ちゃんがいます。あのね、なんだろう、あのオンラインのサイン会で当たった方の絵はなんかねこういうイラストを描いてて、だから この絵は当たった方は見たことあるかもしれないですえ、かわいいでしょかわいいって。でもね、この2位と3位のクラさんとカンカンさんはあの最初からもうタワーをねほぼ毎回のように送ってくださって嬉しいです、ありがとうございます。そうウィンクしてるの。でもね、いろんな動物描いてウサギさんとかクマさんとかなんか変えたりしてますそしてすごいね、次は1位です。じゃーん、1位お庭さんありがとうございます。本当に、あ、ここはねそのうさぎちゃんです、王冠かけました。じゃーん、ありがとうございます本当にもうなんだろう、一番ダントツで私のこと皆さんでも本当にありがとうございますねえ、ありがとう、本当に皆様、本当に皆さんのおかげです、ありがとうございます。そう、いや必ずウィンクしてるわけじゃなくて両目開いてる子もいるんですけど、今日はウィンクのこの気分だったのでウィンクの子にしましたあ、ありがとう、いやこちらこそありがとうございます。あ、ラボーナさんありがとうございます。そうそう、本当にありがとうございます。皆さん本間画面にしちゃうってぜひね、決勝もあるので、そう、でもいつなんだろうな楽しみですね。本当になんか昨日あのそのアズと一緒にあの本屋さん
その、あのね、お買い物してた時に本屋さんがって行ったんですけど、そしたらもうなんかすぐ分かるところにビッツさんの雑誌があって、今月号のね、でもこれに載せていただけるのかと思ってすごい感動してました、昨日は。でも本当に皆さんありがとうございます。あ、千本桜さんハートありがとうございます。皆さんありがとう。ね、本選も伸びちゃうかもですね。本当に今ちょうど予選がちょっと伸びてるみたいでね。そうそう、絵描くの好きなんですねって。好きです。あ、ミサパパさんありがとうございます。お、ダイヤつけるって。あ、あら確かに。あ、皆さんに拍手。クラさんありがとうございます。本戦も応援しちゃっていいかなって、いいと思うってことなのかな。ありがとうございます。すごい、推しメンが初代オーデグランプリだった、すごい。あ、みーちゃんさんハートありがとうございます。そう、20歳誠にありがとうございましたって。しろちゃんさんいつもありがとうございます。たくさんありがとうございます。お、ダイヤ担当ですって、ありがとう。まだわかります。絵がうまい、ありがとうございます。ありがとうございます様です。そんな方いらっしゃるんですか。サインゲットしたくなったって、ありがとう。あ、決勝も頑張ってください。頑張ります。ゆかさんありがとうございます。あ、としきさん貢献できて嬉しかったです、ありがとうございます。本当に皆さんありがとう。ありがとうございましたって、いえいえ、ありがとうございます。あ、もうあと9分です。でも嬉しかったです。なんかこんなに応援してくださる方いるのかって。あ、名前にダイヤつけましたって。あ、これは次はダイヤかな。当てるためにサイン会追加するって、ありがとう、ありがとうございます。いや、100円にも入れなくてごめん。いや、全然もう嬉しいです、本当にありがとう、ありがとうございます。お洋服可愛すぎるって。これは23日に来ます。多分24があのクリスマスのコスプレをするので、これはちょっとなんかクリスマスっぽいかなと思って、最初からダイヤも、確かに藤木さんは一番最初からありますね。ありがとう。3位争いしてるのに1位でびっくりしたって。そうそうそうなんですよね。ラスト5分は私もびっくりしちゃってたし、なんかもう隣にコーヒーいたじゃないですか、もうなんか2人ともテンション高くなっちゃっててもうびっくりしすぎてたし、なんか2人だからすごいテンション高くって、なんかそうそう、だから1位ってさ教えてくださってたんですけど、そう、私は見れないから他のところ見れないので、そう、なんか教えてくださってて、だえっと思って、どういうことなんだろうと思ったら、そう、気づいたら1位で、でもなんか暫定だからって言われたので、あ、これなんか他のやつだとまた変わっちゃうのかなって思ってたんですけど、そう、もともとね結構4位だったんですけど、そう、本当に皆さんありがとうございました。で、来週お話し会、そうなんですよ、来週はもう18日はアズとお揃いで、19日は夢見とお揃いです。初です、初お揃い、楽しみ。お揃いって言っても上だけなんですけど、そう、でもお揃いだから写真撮りたいなって思います。そう、あ、すみすみさんありがとうございます。お、6日後に直接おめでとういますねって、うっちーさんありがとうございます、ありがとう。夢見のは、夢見のは何だろう、初ピンクの洋服なんですよ。
あ、会えるの来月。おお、そうなの。そうそう。あ、初めて握手するよって、ありがとうございます。そう、皆さんイベントはラスト5分が勝負だよって教えてくださってる。あ、18日行け楽しみって、ありがとうございます。18日しか行けなくて残念って。じゃあぜひ写真見てください。あ、一部に間に合う自信ないか、2部から行きます。ありがとうございます。そうそう、来週よろしくって、こちらこそよろしくお願いします。来月は絶対行くって、嬉しい、ありがとうございます。お、23日初めて握手会行きますって、多分このお洋服を着てると思います。そうそう、これ かわいいから23日に行きたい。おしましできるって、おしましどうなんですか。どうなんですか、でき知ってる方いらっしゃるのかな。で、一部に間に合うかしら。ぜひぜひ、一部ができる、一部、私は何部まであるんだろう。もう全然分かってなくて。ぜひぜひ来てください。あ、一部ですって、ありがとうございます皆さん。あ、名前に絵文字入れてきたって。え、天使が書くの難しい。え、一部にも切れるか難しい。じゃあ朝ドボンするので、それで皆さん一緒に起きてもらって、ぜひ来てください。そしたら起きられるよね。あ、めっちゃ可愛いと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ランキングのやつ SNS 載せるのはどうって。あ、私がってことか。なんかどうやって載せたらいいんだろう。なんか写真4枚までしか載せられないよね、多分。これは何枚だろう、何枚だろう、結構あれか、載せられるかな。で、どんだか撮っていた方いたいらっしゃったら、ぜひ載せてください。で、あ、リプランに追加してあげていくのはどうって。で、これどうだろう。あ、ありがとうございます皆さん。ウィンクしてって、ウィンク、じゃあおめでとうって、ありがとう。本当にね、お話し会の完売とかもう本当にありがとうございます。確かに全部撮ってくださってる方いらっしゃいますか。あ、自分のだけって、でも確かに全然。あ、何時まで。9時までです。気づいたらあと4分でした。嬉しい、本当にもう終わりよって。ね、ありがとうございます。じゃあランキングを読みます。今日のランキング、13位ミヤマーさん、ありがとうございます。12位スワンヒロさん、ありがとうございます。11位ラボーナさん、ありがとうございます。10位山ちゃんさん、ありがとうございます。9位としのりさん、ありがとうございます。8位だてめがねさん、ありがとうございます。7位すみすみさん、ありがとうございます。6位みっちゃんさん、ありがとうございます。5位うんりゅうさん、ありがとうございます。4位みさぱぱさん、ありがとうございます。3位、お、結構順位が変わった。じゃあちょっと読みの違う方読もう。でもどうしよう。9位たくさん、ありがとうございます。8位うんりゅうさん、ありがとうございます。7位がみさぱぱさん、ありがとうございます。6位がくらさん、お、自分も蜂が好きですって、お、一緒です、ありがとうございます。5
5位、山ちゃんさんありがとうございます。4位、けんちゃんありがとうございます。お、一部起きれたら行くねってありがとうございます。3位、かぶさんありがとうございます。2位、スワンヒロさんありがとうございます。1位、ゆのみのちゃきゃコーヒーさんありがとうございます。ありがとうございます皆さんね、ありがとう、ね、嬉しいです本当にありがとうございます。パチパチってね、ありがとう。そう、あともうちょっとでドボンタイムが始まるので、スコーン好きですか？大好きですねえドボン、で会いましょう。頑張って順位を目指すぞそう、あ、ありがとうございます、配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。さあドボン行きます、バイバイ。たくさん書いてくれてありがとう、こちらこそ皆さんありがとうございます。またね、バイバイ。あ、おやすみ